皆様、はい、こんにちは、おはようございます。はい、黒松シリーズが続きます。はい、今日はですね、この木どう作っていこうかっていう三冠なんですけど、はい、まず種木をどうするか、うん、僕について考えよう。まずやっぱりこういうあの木を見た時にどれを種木にするかっていうのが一番最初に考えることですね。はい、まあちっちゃいんでこれはないかなと。最初ね、私パッと見た時はこれを芯にして種木にして、はい、そちらを正面にしてやろうかなという気がしてたんですけど、はい、よくよく足元を見るとですね、ここの方がちょっと太いんですよね。真ん中が。なんで、やはり太い木が種木でないとおかしいと、はい、いうことなんで、高さはですね、これを一番高くして、これを逆に低くして作っていくと、うん、いう作り方になります。ではね、本当はこれこっちに、この真ん中種木だとすると前に来てますから、はい、本当はねこれが前に来るといいんですけど、うんうん、そうですね、そうしましょうか。こっちだとね、後ろが出てるんですね、うん、でむしろこう扁平に見えちゃう、並んで見えちゃうんですね。ですので、これをこちら側に前にして、これはもう今本当に今も思いつきです。正面にするときは、あ、こうですね、こういう感じ でそうすると並ばないですね、枝が3つね。これをこんな風に流して、これを少し離すような形ですかね。本当はね、これ真ん中入ってもいいんですね、うん、でもちょっとまあ難しいんで、そうしましょうこれを種木にして、三冠ってね、意外と難しいんですよ、はい、奇数はね、株立ちはいいとかって言うんですけど、意外とね、三冠よりも四冠の方が作りやすい。あ、そうですか、うん、そうすると、四冠だとね、ここは種木だとすると、こっち側がちょっとこっち側にあって、うん、この間にもう一本入ってくるんですね。あ、裏枝みたいな役割になるんですね。奥行きを出すんですね、うん、そうすると非常に、バランス取りやすいんで、だからよく飾りなんかでも4点だとか6点だとかっていう人いるんですけど、うんうん、やっぱり全体のバランスが一番大事なんで、そうですね、うん、数云々っていうね、あまりねこだわる人多いんですけど、うん、それよりは全体のバランスを気にした方がいいです。はい、はい、まずだからこれは種なんで、この長いやつはこれ切っちゃいますね。はい、種木の定義でいうと、うん、太くて大きいやつがやっぱり種木に、うん、そうですね、太くて大きいですね。だからまず太いのは自分でどうにしかしようと思ってもすぐなんないんで、うんうん、まず太いのを選ぶしかない。高さは今言ったように調整すれば、他を低くすることできますんで、はい、種木を長くすることはできないですけどね。これですね、まだ切っちゃいますね。はい、はい、でこれもですね、目切りうんぬんというよりはやっぱりこういうところのいらない枝をちょっと整理していきましょうか、うん、小幹の方はこれもちょっとかんぬきになってますけど、ちょっと一回整理してから小幹の方もどれを生かしていくかちょっと考えますんで、はい、とりあえず一昨年葉ですね、これを切っていっちゃいますね。わかりました、はい、今日の作業って、今日の作業今日の作業はこういう、まあ、株立ちの木を見つけたらどう作るかと、うん、いうことで、種木を選んでどういう形にしていって、最後、まあ、植え替えまでやってみようかなと。なるほど、はい、いいでしょうか。わかりました、はい、ちょっと汗かいてますけど、はい、38度まで上がるそうです、ね、倒れないようにしなきゃいけない、ね、倒れないです、はいはい、この辺はズバズバズバっと針金、ね、かけてから植え替え、植え替えしてから針金かけ、針金かけてからの方がいいでしょうね、うん、植え替えしてからだと幹がこうぐらぐら揺れちゃったりするといけないんで、はい、植え替えは無理してやる必要ないですね、うん、本当はね、この時期なんで、ここでお知らせです、はい、9月の16、17、18、はい、言っちゃいますか。もういいんじゃないですかね。いいですか。さっき、ね、会長の了解もらったんで、うん、当然の盆栽フェス、はい、やろうかなと。ついに、はい、ついにっていうか私が一番望んでるっていう。1年ぶり、はい、そうですかね。当然フェスはどんなとこイベントかっていうと、うん、まあ、当然の教室の生徒さんが、はい、まあ、たくさん木を持ってるので、ええ、でそれを、まあ、当然の人たちが作った、うん、まあ、ある程度基礎を習ってる人たちが作った木を、うん、まあ、安く、お安く買えるというもので、はいはい、昼間さんも出品します。たくさん出します、はい、で当然もそれに合わせて商品もたくさん追加する。そうですね。で一応1回イベントするごとに500人ぐらいは、うん、来場者ある来てんですね感じですね、はい、で詳しくは去年の動画を、そうですね、ご覧ください。はい、缶バッジもありますんで昼間さん缶バッジも手に入るはい、そうですね。ということで、はい、皆さんもぜひお越しください。お越しください、はい、お待ちして、たくさんいい気を安く準備しております、はい、ヒロさんはもう大量に木が増えすぎたので、はい、大量放出。そうですね、どちらかというと私のリクエストで今回は、ね、はい、やりたいということで、はい、はい、いっぱい出しますんで、はい、お待ちしております。お待ちしております。
こうだいたいフルパワー取りましたね、はい、一昨年場でこういうちっちゃい枝を少し取ってきますね、はい、これはまあこれ生かしてもいいんですけど、まあ、同じような長さであるんでこれは取っちゃいます。ここでまた一つお勉強ですね。小幹結の一番下の枝よりも主木の一番下の枝が下にあるのはおかしい。小幹ってどれのことですか。例えばこれ、はいはい、これはここにありますよね、はい、これよりも下にあるのはおかしい。主木の方が上の方にあって小幹のこういう小枝があるのは構わない。だからこのこれとこのバランスはいいんですね。これは主木ですね。これは小幹で、この方が下から出てる、はいはい、うん、これはセオリー的には正しいです。正しい、正しいっていうことはこれは大事な枝だと言いながらもあったらおかしいんで切っちゃう。うん、結局小幹の方が若い枝ですから、主木の方が一番最初におそらく、できた枝なんですよね。なるほど、うん、そうするとやっぱり下の方から枯らっていくっていう時代背景を考えると小幹の方が若いですから下の方から出てきててもおかしくないという考え方、うん、なるほど、はい、一つ勉強です。ありがとうございます、はい、イメージはこれがまず前に出ますよと、うん、でこれがちょっとこの枝はちょっと添えて後ろに、はい、でこれはこういうふうに流れを出す、うん、なんでちょっとこれがこれどっちか切ります。はい、はい、あとここですね、ここもちょっとカンヌキになって近いんでこれはあーでもなとりあえず残しておきます。とりあえず残しておきます、はい、これとこれ、これとこれっていうふうに書きましょうか。はい、はい、今回は動線で、動線で当時園の教えですね。当時園の教え最近アルミ線しか見ないです、ね、最近昔はね、昔は小箱は動線じゃなきゃダメだなって言われた、怒られたんですけどね。細かい曲げをするのにねアルミ線使う人が増えたし、盆栽長なんかも多いですからね、そういう、そういう人が、うん、特にねじりたい方向ないんで、はい、はい、これあれですか、主木2本、そうですね、これ2本にしてこれ1本にして1本ずつ、ええー、ということですね。ちょっとカメラつけないようにしないといけない。ちょうど買い替えたいんで。ああ、そうか、ひるまさんにだいぶ痛めつけられた。え、買い取ってもらおうかな。買い取ってもらおうかな。あ、お母さんに明太子言っといてくださいね、美味しかったって。はい、この動画で伝えておきます。ああ、そうですね、このまま使えば。そうですね、ちょっとメッセージ、うちの母にメッセージ。ああ、どうでした美味しかったです。ちっちゃい声で、ウィスパーボイスで。そうそうお母さん喜んじゃう。お母さんもセクシーな声で、私よりも愛してるかな、盆栽球を誰お母さん、うちの母、うん、うちのお母ちゃんも結構見てますからね。見たいですもんね。この時期のハリガネ竹は皮がめくれやすいので、はい、ご注意ください。ご注意ください。はい、要注意ですね。要注意。要予防。はい。何の話さ、地球の話ですよね。地球の話をしている中、細かい枝のハリガネが今、今進んでおります。進んでおります。で、これ全部かけますか。そうですね。もう大した数ないんで、はい、18番。あと2本ぐらいかな。そうですね。そうですね。かけるまでお待ちください。はい、お待ちください。はい、ハリガネ竹が終わりました。まあ、最初に言っときますけど、そんなによくなんないです。言い訳じゃないですけど、はいはい、もうこれしかいらないんで、うん、それなりにしかならない、なんか基礎作りですね、はいはい、じゃあちょっと主木から作ってみますね、はいはい、まあ、これも枝があるところを外に外に出るようにしていけばと思いますんで、外側に枝があるような、そうですね、そうですね、そんな感じで。挿し枝が長いからどうするのかなって、うん、もう畳むしかないですよね、はあ、この時期。これ主木もですね、はい、こっちが長いんですけど、こっちはやっぱり太いんで、うん、やっぱりこれを主にせざるを得ないということなんで、ここからこういうふうに曲げて、最後はやっぱりこっち流れなんで、こっちに振らないといけないですね。これも言ってないと思いますけど、うんうん、はいはい、いただいた木ですね。あ、これもいただいた木ですね。はい、これでもらいすぎなんですね。もらいすぎですよね、ちょっと ね、 ね、気づかなくていいですと、気づかなくていいですと、うん、そんなことよりも奥さんを大事にしてあげる。奥さんを大事にね、はい、ひねっちゃいけないっていうのが辛いところですね、うん、でもひねってますか、ね、んいや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 、そう見えますかね、そう見えますかね。次に寄せる、この枝寄せるんだけど、これもね、曲がついてるんでね、この辺でやっぱり一回離して、
あれですね、下げなくてもいいですね、枝は。そうですね、うん、なんかこういう流れの木なんで、あの雑木みたいにこう上げるような形でいいと思います。でこっちはやっぱり流れがこっちですから、畳み込んで風を受けて伸びれなかった。そうですね、伸びなかったですね。伸びれなかった。伸びようとするけど伸びれなかった、うん、こういうのも2つ分けてもいいかもしれないですね、うん、こういうふうにね、裏台。ちなみに太くて大きいのが主木になるじゃないですか。うん、そうですね。それ以外が主木になるパターンってあるんですか。全体にふわーって木なんかで主木がないのはありますよね。うん、主木がないやつ。ないやつ、はい、松の種まいていっぱい出てきたみたいな時の。いっぱい出てきた、うん、多分ここにもあると思うんですけど、はい、確かに主木っていう感じではない、うん、そんな風に主木主木って決めなくても全体の林ですからね、うん、というのはあることはありますね。なるほど。雑木で寄せ植えするときに、例えば楓とかでやるときに、主木となるものが別に前に来てなくて、うん、グループの中の真ん中にあったり、あ、そうみたいなのもありますよね。それまでもそれでもいいです。全然それでもありですね。だからあんまり、前にっていうでなくてもいいですね。そうですよね、あんまりこうじゃなきゃダメだっていうことはないと思うけど、そうですね、多分セオリーとして一番大きい木を一番前に置くことでもっと大きく見えるし、奥の小さな枝で奥行きが作れる、はい、みたいなことですね。そうそんな感じですね、さあでこれがいよいよどうしようかな、どっちを使おうかなって話ですね。カンヌキのところですね。うん、そうですね。あ、じゃあこれいらないな、やっぱりこれいいなと思ったんですけど、これ後ろに持ってったらこっちの方が2つあるんで、これはちょっと抜いちゃいますね、はい、はい。ちょっと針がね、かかってるんで、長めに残してると。そうですね、残してるんですね、はい、言葉が途切れるってやつですね、うん、さあ、じりじりと日向が迫ってきております。左足が熱いと思ったら、すごい、ただいま37度。いや、来た来た、汗が吹き出しております。吹き出しております。熱中症にはお気をつけください。はい、皆様のために、自分はどうだろうとも盆栽球をやるんだ、動画のためにですね、やるんだっていう。真ん中撮りますね、はい、急に急に戻る、急になんか爽やかになって撮りますねと。こんな暑い中、この作業を真似する人がいるのか、いるのかやるとしても室内でしょうね、きっと。そうですね、外ではやらないでしょうね。室内の撮影ブースを作りたいですね。そうですね、カンタ君が新しい円を作るときはお願いします。撮影ブース付きの、やっと OK もらいました。やるんですね、新しく作るらしいです。東人セカンド、東人セカンド バランスなんですね、うん、結局ね、下の枝があって良かったですね、細い枝が。そうなんですね。それないと結構バランス、はい、でやっぱりこれを3つ並ぶのが嫌なんで、はい、少しこいつは後ろから出したいんですね、うん、そうするとなんとなく奥行き感出るの分かりますかね。そうですね、ここね、で奥さんは控えめに。それもあんま良くないのかもしれない。この言葉ね、そう奥さんが一歩後ろに。今の時代はそうじゃないですよね。そう平等ですから。平等です、ね、昼間さんは私はそこ、ね、どっちかというと私はこっち、どっちかお話を聞く限り、全然こっちですね。で奥様が、むしろこれかもしれない。本当ですか。ちょっと離れて、娘さんがそこで、娘さんがここにいて、奥さんがここにいて、大体そんな感じですね。そうですよね、うん、ちょっとこう申し訳なさそうに、ちっちゃいのが昼間さん、そう、うん、で離れてる、そういうかもしれない。そういうかもしれない。さらに離れちゃって。それワンちゃんで。ワンちゃんでね。そういうの。そういうんだって。そういうにいるかもしれない。そういえばほら、年中変えられるからね。変えられちゃう。変えられちゃうから。そういえば変えられちゃうからね。曲付けはこんな感じで。うん、こんな感じで。どうですかね。うん、で、植え替え、まそう。そうですね、植え替えですね。今日はですね、さっき当時園からちょっと盗んできて、まだカンちゃんに内緒にしてるんですけどお金払ってないんですけど、これにしようかなと。はい、丸とちょっと変形ですかね、浅いやつ。ちょっと長方もあったんですけど、長方はちょっとなんかあんまり、ちっちゃすぎたんで、なんかでもそれに入れたら涼しげに、涼しげですよね、なりそうなね、なんかね、風鈴みたいですよね。
恐竜みたいはよくわかんないですけど、ちょっとねこれはうるさいんですね。この幹をねちょっと隠しちゃってるのもあって、ただ最近ほら前田大事だよって話でね、先週浜野会長の講義にもありましたけど、はい、じゃあ植え替えましょうか。はい、じゃあパジャマをもういい寝巻きね、寝巻きか、あ、寝巻き寝巻き、寝巻き、はい、パジャマでもネグリジェでもないです、はい、1枚目の寝巻きをはい、で、アンダーウェアですね同じこと言ったこれもさっきと同じようにこちらの中なんで、この特徴のあるところは真ん中よりちょっと右でいいかなっていう、はい、こんな感じで、これは畑に、畑のね、細かい土ですね、うん、畑の土です。畑これは寄せ植えですよね。寄せでしょうね、これね、はい、株立ちではないと思います。おそらくあまり土は取らないですね。もうちょっと取りたいんですけどね。こういうところでやるか。丸いやつは真ん中ですね。うん、ね、端寄せてとかじゃなくて。丸鉢製法は真ん中に植える。植える、うん。これは決まりではありませんが、それはいいですよね。そうですね。うん、それがいいですね。逆にそれ以外でうまくできる形があればそれでもいいかもしれない。はいはい、あんま見たことないですね。そうですね。今その左足が今ものすごい熱いと思います。熱いです。いい感じですか。うん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 、まあ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 ぬるい。これ器に乗ってきますかね。丁寧だけど接客する格好なのかというすごい言葉丁寧だけど格好は雑ですね。水やりしながらね。水やりしながら、ああしょうがないです。ここですかね、正面ね、はい、ちょっと三冠なんですけど、前後左右の奥行き感を出してみたっていうことですね、うん、はい、でこれをあえて少し後ろにして、奥様って言っちゃいけないんですね、うん、はい、娘さんですね、これは。で、これが主木になって、ここに娘が、ちょっと後ろから、まあ、お母さんについておくみたいな感じ。そうですね。お母さん、ね。もうお母さんって言っちゃったんだけど。これは私が、まあ、まだここにいればまだいいっていう。まだ。とりあえずまだいればいいっていうことですね。まあ、少し、やっぱりこういうのでも前後で奥行き感出したり、これはね、ちょっと邪魔なんですね。うるさいんですけど、うん、まあ、前枝、ちょっとあってもいいかなって最近そういう話をよく言ってるんで、この木を邪魔しない程度に、これがあってですね。うん、でまあこの辺もみんな頭がまだ枝一本ずつなんで、もう少しこう充実していくといいかなっていう形、なんとなく作ってみたっていう感じですね、はい、だこれはこう3つこう並ぶよりは少しこっちぐらいで見た方がいいと思います、うん、ということで今日は復習ですけど、主木は一番太い木で背の高い木です、うん、まあ、これは私の好みですけど、少し前にやっぱ出た方がいいかなという感じですね、はい、奥行き感を出しながら、まあ、全体バランスを整えていくと、うん、はい、いうことで三冠は実は難しいっていう話ですね。そうですね、はい、あの主木前に出したから、うん、主木感がやっぱ出ますよね。ああ、そうですね、あの同じぐらいの太さだったり、そう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 、その娘さんの木と娘さんの木とね、これ、うん、あの後ろに来るのもあるはあるんですけどね、こういうね、うん、作りもないことはないんですけど、はいはい、まあ出してもいいかなって感じですよね、うん、はい、じゃあもしかしたらそのうち、うん、ダメですね。もういいじゃん。あ、じゃあフェスで出るかもしれません。うん。うんですね、あれはだって、ね、皆さんで作った木を売るっていう、そう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 、あれなので、はい、作ったことでその方への恩返しと皆様への恩返しでお安く提供できればと、うん、はい、
ていうところで。ということです。はい、東ジャムフェスは9月の16、17、18。いいですね。はい。はい、確定です。かんちゃんもうんって言ってます。確定しましたので。はい、皆様のお越しをお待ちしてます。また近くなったらね、はい、そうですね、しましょう、はい、ちょっと畳み込みも準備できればちょっとしたいと思いますんで、はい、畳み込みも出す、もしかしたらちょっとニーズが多いんで外してあれがね、そのまま、うん、そのままですね。あ、じゃあ、でも安心してください、元気ですから。はい、はい、なんかトグロ兄弟みたいになってる、なんかひるまさんの肩からね、はい、ということで今日は作ってみました。ありがとうございました。